2月14日タワーホール船堀で2019江戸川ボランティアフェスティバルが行われました。この催しは区内で活躍するボランティア団体の活動を広く紹介し、支え合いの心を育むとともに、ボランティアに関わる皆さんの交流や連携を図ることを目的に毎年開催されています。今回フェスティバルに参加したのは延べ104団体の皆さん。タワーホールの各階に設けられた会場には多彩な展示や体験コーナーなどが所狭しと並び、訪れた皆さんは様々な活動に触れていました。またセレモニーではボランティア活動を推進するためのポスターコンクールの表彰式も行われました。今江戸川区が誇るもの、それは地域力というふうに言われております。人の人情であり、温かい心であり、それを作ってくださっているのがここにおいでの皆様ではないかというふうに思っております。そしてこういった温かい心がこれからもずっと続く江戸川区であってほしい、そして誰もが支えられる世の中、これを私どももしっかり目指してまいりたいと思っております。人のために何かをしたい、自分たちの持っている技術で何とか人の役に立ちたい、この思いはみんな共通です。皆さんもですね、今日はみんな一緒なんだよ、友達だよっていう形で気軽に声をかけていただけると我々とてもありがたいです。どうぞ今日一日楽しく過ごしてください。ありがとうございました。ボランティアの取り組みは誰もが暮らしやすい共生社会づくりに欠かせない活動です。こうした催しをきっかけにボランティアに携わる方が増えていくといいですね。